イットルビデ公として紹介された幼いアグスティン。アグスティン・デ・イトルビデ・イン・グリーンは、短命に終わったメキシコ第一帝政の皇帝アグスティン・デ・イトルビデの孫。いとこのサルバドール・デ・イトルビデイ・イマルさんと共に、メキシコ第二帝政の皇帝、マクシミリアンの宮廷に引き取られ、皇帝の後継者にぎせられた。元メキシコ皇帝アグスティン一世の次男で、在米メキシコ領事館の初期官だった。 アンヘルデ・イトルビデ・ユアルテと、米国メリーランド州の名家出身の、妻アリス・グリーンフォレストの間の一人息子として、生まれた。メキシコ帝位を受諾したオーストリア皇帝、マクシミリアンは1864年に、メキシコ入りすると、多くが国外で生活していた、イトルビデ家の一族を、メキシコ宮廷に呼び戻した。マクシミリアン帝は妻カルロータ皇后との間に子が、 望めないと悟ると、アグスティン一世の長着尊であるアグスティンを養子に、迎えたいと彼の両親に申し出た。父はこの申し出に狂気したが、母は幼い我が子を手放すのをためらった。アグスティンといとこのサルバドールは、1865年9月16日の皇帝の布告により、終身釈位のイトルビデ公の釈囲及び、殿下の継承を授けられ、宮廷の序列において、 皇帝家に次ぐ席次に位置づけられた。皇帝夫妻はアグスティンを皇帝の後継者として扱ったが、マクシミリアン帝には君主の血筋でない、イトルビデ家の者のに帝位を譲るつもりは、毛頭なかった。イトルビデ家の子息を引き取った、マクシミリアンの真意は、三人いる、息子のいずれかをメキシコ帝位継承者として送り込むよう打診したが、色良い返事を一向にしてこない弟。 カールルートビヒ大公に対して、ハったりをかけることだったからである。皇帝自身の言葉を借りれば、カールが息子の誰かを自分に譲らないなら、自分の持つすべては、イトルビで家の子に渡ることになる、状況を作って、弟の気を引くことが目的であった。1867年メキシコ第二帝政が、画界すると、両親はアグスティンを連れて、英国に脱出、間もなく、 米国に戻りワシントン DC に落ち着いた。同志で育ったアグスティンは、カトリック系のジョージタウン大学を卒業後、メキシコ軍に陸軍士官として入隊した。しかし1890年、ポルフィリオ、ディアス大統領に批判的な記事を雑誌に寄稿したため、先導罪で逮捕されて14ヶ月の禁錮刑を受けた。刑期を終えると、国外追放処分を受け、米国に戻るが、 極度の神経衰弱を発症し、常に命を狙われているという妄想に苦しんだ。回復後は、母校ジョージ・タウン大学でスペイン語、フランス語の教師として、教鞭を取り、また翻訳家としても活動した。1894年に英国人牧師の、娘ルーシー・エリナー・ジャクソンと最初の結婚をしたが、後に離婚した。1915年はシントン DC の、 軍人家庭出身のメアリー・ルイーズ・キャニーと再婚した。いずれの妻との間にも子はなかった。1925年、神経衰弱に由来する体調不良のために亡くなり、一族の眠るフィラデルフィアの先霊者、聖ヨハネカトリック教会堂に埋葬された。イットルビデキの家督は、重慶、サルバドールの娘トゥンクル男爵夫人に譲られた。ありがとうございます。